これからの放送は丸亀営業所発八本松経由高松営業所行きです。整理券をお取りください。このバスは八本松経由高松行きです。次は関西急行フェリー前、関西急行フェリー前でございます。次は丸亀駅前、丸亀駅前でございます。このバスは八本松経由高松行きです。お待たせしました。八本松経由高松行きです。ご乗車の際、整理券をお取り願います。次は南城町、南城町ちゃんこ新井曽は丸亀駅南口から徒歩2分、センチュリービル2階にございます。次は亀山公園前、亀山公園前ちゃんこ新井曽は丸亀駅南口から徒歩2分、センチュリービル2階にございます。ご乗車ありがとうございます。次は丸亀通り町、丸亀通り町白井産婦人科はこちらよりお越しください。丸亀本町にはメガネ・貴金属の総合専門店松田メガネ店がございます。なお、メガネお買い求めの方は大英3階メガネの専門松田メガネ店にお越しください。肉の前食でお買い物の方はここでお降りください。城西高校前には救急国事病院として24時間受け入れ体制が整っている浅田総合病院がございます。緊急時はいつでもご来院ください。このバスは八本松経由高松行きです。いつも琴山バスをご利用くださいましてありがとうございます。このバスは八本松経由高松行きです。走行中やむを得ず急停車をする場合がありますのでご注意ください。非常扉の取り扱いについては車内の説明書をご覧ください。次は渡し場通り町武田時計店は安心して買える技術と信用の店、時計宝石メガネは通り町武田でどうぞ。次は蓬莱橋でございます。運賃は車内の運賃表示をご覧ください。次は新街さぬき信用金庫本店へお越しの方はこちらでお降りください。次は産砂でございます。次は宇多津駅前通りでございます。次は宇多津東口でございます。次は宇多津浜町でございます。次は宇多津新街でございます。次は松下寿電子前でございます。お体のご不自由な方、お子さん、お年寄りに席をお譲りください。このバスには優先座席がございますのでご利用ください。次は田尾坂でございます。次は時和町味噌前でございます。こちらにはお寿司、お弁当など食を通じて地域に奉仕する味噌がございます。次は境出工業高校前でございます。次は白金町でございます。次は境出港町でございます。運賃は釣り銭のいらないようお客様ご自身で運賃箱にお入れください。次は商工会館前カラオケ喫茶玉木前でございます。次は境出駅前通り中国銀行前、名物さぬきうどん
岡山へお越しの方はこちらでお降りください。糖尿病、神経痛、肝臓病、婦人病、高低血圧など慢性病でお悩みではございませんか。元町名店街の漢方専門橋本生鮮漢方薬局へご相談ください。このバスは八本松経由高松行きです。次は坂出駅前、聖マルチン病院へお越しの方はこちらが便利です。お食事はサティ1階さぬきうどん坊、ご贈答はサティ1階メルカードとさぬきうどん坊駅前店でどうぞ。いつも琴山バスをご利用くださいましてありがとうございます。このバスは八本松経由高松行きです。走行中やむを得ず急停車することがありますのでご注意願います。次は坂出市役所前、眼科聖母院コンタクトレンズ研究所前、内科胃腸科循環器科高里内科院前でございます。次は横洲でございます。便利でお得な回数券をご利用ください。普通回数券と特殊回数券を発売いたしております。次は坂出土木事務所中村土木前でございます。次は金山吉田歯科医院へお越しの方はこの先鴨川駅前バス停でお降りになり、綾川橋を渡った国道11号バイパス角にございます。次は西の庄でございます。お体のご不自由な方、お子さん、お年寄りに席をお譲りください。このバスには優先座席がございますのでご利用ください。次は別宮でございます。座席の移動および両替は停車中に願います。次は三菱自動車前でございます。6歳未満のお子さんは保護者1人につき1人は無賃です。2人以上の場合は子ども運賃をいただきます。次は香川小松前でございます。運賃は車内の運賃表でお確かめ願います。次は鴨川駅前、吉田歯科医院へお越しの方は綾川橋を渡った国道11号バイパス角にございます。次は工房寺でございます。車内でのおタバコはご遠慮ください。次は鼓ヶ丘小松フォークリフト前でございます。次は鼓ヶ丘参道口でございます。整理券と運賃はお店の上運賃箱にお入れください。次は新宮でございます。便利でお得な回数券をご利用ください。次は前谷でございます。整理券は乗車地と運賃が分かるようになっております。なくされますとこのバスの始発からの運賃をいただくことがありますのでご注意願います。次は国分駅前でございます。次は国分八幡前でございます。お降りの方は押しボタンでお知らせください。次は里でございます。このバスは八本松経由高松駅前茜町営業所行きです。次は国分東山、川崎歯科医院へお越しの方はこちらでお降りください。次は国分寺北部小学校前でございます。
次は橋岡駅前、橋岡駅前でございます。次は西大谷、西大谷でございます。次は東大谷、東大谷でございます。このバスは八本松経由高松駅前行きです。走行中やむを得ず急停車することがありますのでご注意ください。次は木陰でございます。なおこのバスは高松駅前から赤根町まで参ります。次は桃太郎神社前、桃太郎神社前でございます。次は高松西高校前、高松西高校前でございます。運賃は車内の運賃表示器をご覧ください。次は木梨駅前、木梨駅前でございます。次は大林病院前、大林病院前でございます。次は佐寮でございます。次は一本木でございます。次はこれたけでございます。次は香西新橋、専門家が指導する慢性病と中国漢方薬のご相談はすみれ漢方製薬院へどうぞ。すみれ漢方製薬院は高松市民会館の西側にございます。次は香西東町、鍛冶屋町のスーパーボーイズマーケットへお越しの方はこの先5番町バス停でお降りください。次は日本電装前、ここにはプラグからカーエアコンまで自動車部品の総合メーカー日本電装がございます。次は強盗橋、結婚式パーティー会場のマリベール平安閣前でございます。エステサロン花森は中央通りの三遊ビル北隣6階に、また美容室花森は三遊ビル南隣2階にございます。いずれもこの先5番町でお降りください。このバスは八本松経由になります。次は瀬戸内海放送前、池田歯科医院は兵庫町バス停でお降りになり、千代田生命ビル3階にございます。次は宮脇町、ご宿泊、お食事、ご婚礼、ご宴会のリーガホテルゼスト高松へお越しの方はこの先兵庫町バス停でお降りください。次は中央病院前でございます。運賃は車内の運賃表示器をご覧ください。次は八本松県庁南通りでございます。次は中陣町、京王プラザホテル高松にお越しの方はこちらでお降りください。中陣町交差点を南へ200メートル、お食事、お泊まり、ご宴会、ご婚礼に京王プラザホテル高松をお気軽にご利用ください。次は高松国税局前でございます。次は5番町、鍛冶屋町スーパーボーイズマーケットはこちらでお降りください。エステサロン花森は中央通りの三遊ビル北隣6階に、また美容室花森は三遊ビル南隣2階にございます。お降りの方はお忘れ物のないようにお支度願います。定期券ははっきりとお見せください。次は兵庫町、ご宿泊、お食事、ご婚礼、ご宴会のリーガホテルゼスト高松前でございます。池田歯科医院は千代田生命高松ビル3階にございます。
運賃は釣り銭のいらないようお客様ご自身で運賃箱にお入れ願います。次は寿町、寿町ご婚礼会議ご宴会ご宿泊のホテルニューフロンティア開拓会館へはこちらよりお越しください。長らくのご乗車お疲れ様でございます。次は高松駅前、高松駅前プレータウンパチンコアイゼン蓄光店はこちらよりお越しください。お降りの方はお忘れ物のございませんようご注意願います。バスが止まってから席をお立ち願います。ご乗車ありがとうございました。次は高松駅前でございます。なおこのバスは赤根町高松営業所まで参ります。赤根町へお越しの方はご利用ください。ご乗車お疲れ様でした。まもなく赤根町高松営業所終点でございます。運賃は整理券と一緒に運賃箱においでください。ありがとうございました。赤根町高松営業所終点でございます。